Welcome to Crewtube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。今回も Crewtube with Partner としてカスタマーエクスペリエンスの分野でのトップ企業のリーダーをゲストクルーに迎え、各社が考えるそれぞれの CX、EX、DX の形や提供サービスへの内なる思いをお伝えしていただきたいと思います。ここからはジェネシスのパートナーアライアンス営業本部の水野が進めてまいります。水野さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。パートナーアライアンス営業本部で国内外のテクノロジーパートナー様の担当をしてます、水野です。国内外のパートナー様と一緒に進めるクルーチューブもこれで3回目となりました。今回ご登壇いただくクルーはオートメーションエニウェアジャパン株式会社の由井清社長です。オートメーションエニアさんは、クラウドネイティブかつ、ウェブベースのインテリジェントオートメーションソリューションのマーケットリーダーとして、RPA 業界を牽引していらっしゃいます。弊社が提供しているマーケットプレイス、アップファンドリーにも掲載されておりまして、オートメーションエニア4ジェネシスという名前なんですけれども、ジェネシスクラウドとの連携による問い合わせ対応中や対応処理後のですね、にかかっていた時間を自動化したりですとか、効率的で洗練されたオペレーションを実現することができます。ここからは弊社代表のポール・リッチーとともに、ユイさんへのインタビュー形式で進行し、RPA を使ったプロセス自動化についていろいろとお伺いしてまいりたいと思います。ユイさん、ポールさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして皆さん、ジェネシスのポールです。ユイさん、クルーチューブようこそです。本当にご参加ありがとうございます。今、水野から話し合いました通り、ユイさんとは、もうアップアンディパートナーとして非常に、仲良くさせていただいておりまして、まあ、自分自身、RPA に関してまだまだ素人なので、今日このね、クルーチューブをきっかけに、皆さんで、勉強をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。早速ですけれど、もうズバリ、RPA でできることって何でしょうかというところ、おそらく皆さん、すごく興味持ってらっしゃると思うんですけれど、まあ、視聴者の皆さんがやっぱりロボットが人間の代わりになるというところが、まあ、効率とかいろんなこう利点が出てくると思うんですけれど、実際に、どこまでそのロボットが、いわゆる人間の作業ができるかというところを、ぜひ、会社のご紹介も兼ねて教えていただければと思いますので、ユイさん、お願いします。はい、ありがとうございます。オートメーションエニアのユイでございます。本日はですね、このクルーチューブにお招きいただきましてありがとうございます。まあ、実は非常に楽しみにしておりました。ジェネシスのですね、このクルーチューブをご視聴いただいている皆様にはですね、あまりこの馴染みがないかも、ない会社かもしれないんですが、簡単にですね、紹介させていただきたいと思います。オートメーションエニアはですね、私、世界最大の人材会社っていう言い方させていただいております。これ、ただしですね、生身の人間じゃなくてですね、オートメーションエニアの、ソフトウェアで作られた、デジタルワーカー。このデジタルワーカーが、動いている、そういった会社でございます。で、現在ですね、世界中で540万の、オートメーションエニア製のですね、デジタルワーカーが、世界中の5000以上のですね、企業で稼働しているんですよね。で、RPA っていうのはですね、まあ、ロボティックプロセスオートメーションの略なんですが、まあ、簡単に言えばですね、単一のアプリケーション、SaaS とかですね、まあ、ウェブアプリとか、もう Excel とか、まあ、Outlook とか、まあ、すべてのね、アプリケーションの、データ抽出とかですね、まあ、データの入力とかアップロードとか、またですね、まあ、複数のシステムをまたぐ、まあ、そういった繰り返しのタスクとかですね、業務オペレーション、まあ、こういったものの実行するように設計されたソフトウェアロボットのことです。で、実際にですね、この、カクカクロボットが動くわけではなくてですね、あたかも、人が、オペレーションしているように、まあ、勝手にですね、まあ、無人でキーボードとかマウスで処理とか動作がするので、まあ、まるでロボットのようだということで、ロボティックプロセスオートメーション、まあ、RPA っていうふうに呼ばれているんですね。で、この5年、まあ、直近5年ぐらいですかね、は、まあ、企業はもう積極的にこのデジタルトランスフォーメーションに取り組んできたと思うんですが、まあ、世の中ですね、人口減とか、
まあ、景気減速もこれからまた、フォーカスされがちになってくると思いますし、またこの2年はですね、コロナで、在宅にもなってですね、もうオフィスに来れない時代で、もうこれからハイブリッド前提の働き方、まあ、こういったこととなってですね、ワークフォーストランスフォーメーション、まあ、こんな時代がこれからやってこようとしています。で、そしてですね、まあ、今までは、まあ、どちらかというと人事とか、まあ、経理とか財務といったですね、このバックオフィスを中心に、エンタープライズ企業はですね、RPA による自動化に取り組んできて、来たわけなんですが、今注目されているのはですね、この複数の人とかですね、複数の組織にわたってですね、このインタラクティブな、プロセスの自動化を、このフロントオフィス業務に適用して、このカスタマーエクスペリエンスの向上とかですね、このコンプライアンスの確保、まあ、こういったところの活用に広がりつつあると。まあ、これがまさしく、ジェネシスさんと、タッグを組もうという流れになった、きっかけなんですよね。で、まあ、オートメーションエリアの強みは何かっていうところなんですが、これ実際には2019年にですね、これ業界で初めて、唯一のウェブベースのクラウドネイティブな RPA as a Service っていう、まあ、こういったものをリリースしたんですね。で、これもうブラウザのみですぐにノーコードで、ボットを開発して、で、お客様はですね、このインフラを所有せずに、セキュアに、クラウドで、管理、実行できるように、まあ、そういうふうになったわけなんですね。で、このクラウドの RPA の世界では実はですね、54% ほどのシェアを、いただいております。で、もちろんですね、お客様はオンプレも同様に使うことができるんですが、これ日本でもですね、まあ、データセンターを所有してですね、実は昨年契約いただいた日本のお客様の90% 以上ですね、95% に近いんですが、実はクラウドを利用されています。まあ、こういったことも伴って、実は非常にいいジェネシスクラウドと相性も良くてですね、まあ、会社のカルチャーも話していると非常に似通ってるっていうことでですね、まあ、意気投合した。まあ、こんなわけなんですよね。はい、ありがとうございます。いや、ゆうさんありがとうございます。もうまさにね、今お話しした内容を聞いてて、おっしゃるように、この常にこう変化している、特に日本のマーケットに対して、まあ、人材の有効活用、シンプルさ、ノーコード、そしてやはりそれを適用していって活用するクラウド、まあ、こういうところすごくジェネシスとオートメーションエニウェアさんがやっぱり同じ方向を考えてやってるというところで、まして常にもバックオフィスでしっかり実績を残しているところから、その成功例を、今、ゆいさんがおっしゃったようにカスタマーエクスペリエンスの方に持ってきて、まあ、ジェネシスが、まあ、我々のビジョンとして当然、やっぱり人の温かみをお客さんに対して人間が対応していく。そうなってくると、まあ、自動化できるところは自動化させて、できる限り、最高のカスタマーエクスペリエンスを提供できるように、こういうようなソリューションと連携することが、最強のカスタマーエクスペリエンスを作るんじゃないかなと考えておりますので、そういった意味で、これからおそらく、確か水野の方で、どういうような、世界が、広げられるかというところも、オートメーションエニメさんとお話しされていると思うんですけど、水野さん。はい、そうですね。私は昨年、オートメーションエニウェアさんと契約を締結させて以来ですね、ずっと日本の皆さんと会話をしてきましたし、先ほどのゆいさんからのご説明の通りですね、デジタルワーカーっていうのはすごいわかりやすいコンセプトだなとは思いました。ただ、一方でですね、やっぱり現場の、お客様ですとか、営業から得ているフィードバックとしては、どうしても、コンタクトセンターの皆様にとっては、まだまだ RPA という存在が分かりにくいとか、イメージが湧かないというお声があったんですね。なので、その点をですね、率直にオートメーションエニアの皆様にご相談したところですね、オートメーションエニア4ジェネシスのですね、デモ動画をですね、本当にささっと、サクッと作っていただいたんですね。で、これがとっても分かりやすいユースケースなので、普段の営業活動でも使わせていただいているんですけれども、ぜひこのクルチューブをご覧の皆様にもご紹介いただきたいなと思ってるんですが、ゆいさんいかがでしょうか？はい、もちろんです。ありがとうございます。まあ、このようにですね、まあ、お客様のユースケースに合わせてサクッと、作れるところがですね、まあ、大きな利点なんですね。ちょっとじゃあ私の方でですね、せっかくなので、デモ動画2、3分ぐらいなんですが、流させていただきたいと思います。画面共有させていただき、はい。
はい、こちらがですね、オートメーションエニアとジェネシスのですね、連携のデモビデオになります。はい、オペレーターとお客様とのやりとりです。これ、お客様から今コールが入ったところですね。このユースケースはですね、配送に関するユースケースとなります。このジェネシスの画面に様々なシステムが、表示されているところですね。そして、連絡がお客様からあって、問い合わせが受けると。で、一部ですね、お客様の商品が配送されていないと。まあ、そういった、ユースケースです。そして、オペレーターの方がですね、この内容を確認しているところです。ここの画面からオートメーションエリアの、このロゴに入ってるですね、デジタルワークをキックすると、様々なボットがこれ、作られているんですが、で、ここで配送状況確認の、デジタルワーカーを、呼び出します。で、そうするとですね、裏で、このお客様の配送情報、配送商品のですね、情報をですね、ボットで、呼び出してきて、SAP とかオラクルの情報からですね、取ってきています。まあ、こういった画面もですね、プロセスとして簡単にローコードで、作ることができるんですね。はい。で、ちょうどですね、ここで、まあ、再配送したい商品を聞いて、で、そこから商品番号を入れて、まあ、お客様が、望むですね、配送予定日をここで、入力すると。まあ、それだけなんですよね。で、そして、まあ、送信ボタンを押すと、ボットが走って、まあ、様々な処理をしていくと。まあ、こういったコール中の、デジタルワーカー、ボットを使った、自動化の処理となります。で、その後ですね、まあ、コールが終わった後に、アフターコールワークとして、実はオペレーターさんというのはですね、様々なシステムを立ち上げて、入力業務をしたりですね、メール等をお客様に返したり、アンケートを取ったりですね、まあ、そんなことをするわけなんですが、そういった部分も、こういったデジタルワーカーを使って、処理をしていくと。まあ、そんな、ユースケースの画面になっています。で、裏でこれ CRM の方にですね、情報を入力したりですね、アンケートとメールを送信するのも実はボットが裏でしていると。で、その間にもオペレーター様は次のお客様とコールをしていると。で、その結果ですね、まあ、一般的なこういったコンタクトセンターでの KPI ということで、こういった平均の処理時間をですね、下げることによって、ロボットで自動化した結果、対応数を上げて一人当たりのですね、対応コース、コールをですね、増やしていくと。まあそういった、ユースケースになります。まあ結果、お客様はですね、こういった保留の時間もなくしてですね、ストレスフリーな、環境を作って、まあオペレーターもですね、お客様に集中すると。そういった、まあ簡単ですが、デモでございます。いや、ユースさんありがとうございました。もうまさにね、我々、まあ、コールセンター、コンタクトセンターの領域の中で、ジェネシスとして、こう、エクスペリエンスサービスという言葉を出してきてるんですよね。で、どうしてもそのエクスペリエンスサービスというのは、CX にこう 100% こう集中してるように、こう、理解がちなんですけれど、良いこう、エクスペリエンスを提供するためには、当然、従業員の体験も良くしていかないといけないですし、まあ、今のビデオをご覧になった皆さんも、感じたかと思うんですけど、まあ、もちろんボリュームの大きいコールセンターになればね、すごく有効なものになってくると思うんですけれど、EX という観点で、オペレーターさん、エージェントさんのワークを効率化していくという意味合いで、本当にセンターの規模関係なく、このオートメーションエニウェアさん、まあ、このロボットを、適切な業務に使うことによって、EX にもつながってきますし、最終的にその EX が高ければ、顧客満足度の、向上にもつながってくるソリューションだと、すごく分かりやすいビデオで、あったなと思っております。実際その、まあ、オートメーションエニアさん、我々昨年ぐらいからね、お付き合いさせていただいていて、どんどんこのクラウドの、需要が、増えてきている中、ユイさんから見て、すでにこう、オートメーションエニウェアのお客様、またはこれから、採用するお客さんに対して、どういうような、エクスペリエンスといいますかね、CX という観点で、AA さんの、ユイさんの考えをぜひお聞きたいと思いますけど、いかがでしょうか。はい。そうですね。非常に大事なポイントかなと思います。で、私自身はですね、やっぱりいいですね。これからももっとそうなると思うんですが、その時間っていうものが非常に重要になってくると思うんですね。まあ、時間が存在して、まあ、あらゆることが可能になってくると思っています、うん。で、時間がですね、与えられるっていうことはですね、私も、やっぱり毎日奇跡が起こってるようなものと思ってるんですね。
まあ、どういうことかなんですが、ちょっと皆さん想像してもらいたい部分なんですが、例えば朝目が覚めますよね。すると不思議なことにですね、皆さんの財布にまっさらな24時間っていうものがぎっしり詰まってるんですね。で、それが皆さんのものであって、実は貴重な財産であって、実はこれみんな平等に与えられた特権なんですよね。で、さらに明日になれば、また皆さんの財布にまっさらな24時間っていうのが入ってくるんですよね。で、一方ですね、これ使わなかったら、これって毎日失われていくんですよね。で、これ仕事でですね、まあお客様のためでもなくて、社内のチーム、他のチームのためでもなくてですね、で、まあ無駄でその価値を生み出さない、まあそういうタスクとかですね、実はプロセスとかに時間を費やしていたらこれダメなんですよね。で、私はこのテクノロジーっていうのはですね、企業の皆さんとか、皆さんがですね、有効に使えるような時間を生み出して、で、まあ、従業員のですね、EX であったり、まあ、その先の CX っていうのを、まあ、高められるように、まあ、貢献したいっていうのを、本当に思っています。で、この生産性を高めるためにですね、このオートメーションのマインドとか、カルチャーっていうのを醸成していくっていうことが非常に、まあ、我々の会社とか、製品っていうのも、貢献していきたいと思っています。で、例えばですね、さっきのまあデモ動画なんか分かりやすいんですが、このアフターコールワークでですね、1分、もう1分の削減っていうのをできたらどうでしょう。例えば30人のコンタクトセンターの席数でですね、アフターコールワークで1分削減できたとしたらですね、これ週で、例えばこれも60回の処理件数を1人こなしている場合ですね、週に1人当たり1時間、まあ、60分なんで1時間の削減なんですね。で、たかがこれ1時間かもしれないんですが、30人の場合、年間で言うと52週なので、これ計算すると1560時間を生み出すんですよね。そうすると、企業、そういったものをどんどん重ねていくと、企業というのはシャープで筋肉質になってですね、収益が間違いなく上がっていくと思うんですね。私個人的にも非常にイラッチでですね、無駄なこととか、非効率とか非生産性なこと大嫌いなんで、なんとかこういった、どんどん効率化していくっていうことが、CX につながっていくんじゃないかなと、思っています。いや、ありがとうございます。もう本当に素晴らしい、世界を描いてるかと思いますし、もうまさに、本当に共感できるというところは時間ですよね。もうよく、日本ではいくら時間あってもというね、ことがあるかと思いますけれど、本当におっしゃるように、我々消費者として、いろんな、やっぱり、便利という意味で、どんどんこの技術の進化に伴って、一消費者として持っているツールがどんどん増えている中、企業が同じように、やはり従業員に対して、そういう、便利さをしっかり与えることによって、まあ、いろんな意味で時間の効率化、になってくるし、まあね、労働4日とか、っていう話もありますけれど、そういう世界につながっていくために、やはりこういうような、最新の技術も含めて、活用することが、まあ、私としてもぜひ、いろんなお客さん、今日特に聞いていらっしゃるお客さんに問いかけていきたいなと思いますので、はい。その世界一緒に作れたらいいなと思います。はい。ちょっと私からもですね、ポールさんに一つ質問したいなと思うんですが、はい。はい、先ほども出てた EX、ジェネスさんのこのエクスペリエンスアザサービス、非常にね、名前とは思うんですが、この、話題に持ったこの EX に関してですね、実際にジェネスさんの方でですね、ソリューションみたいなものってあるんでしょうか。実はですね、さらにですね、この先オートメーションユニアとですね、連携を深めていくために、この辺私もですね、勉強して理解しておきたいなと思っております。ありがとうございます。ご質問あります。はい。我々先ほどお話ししたように、エクスペリエンスアサービスという会社の大きなビジョンとして持っていて、それは、企業が持っているお客さんだけではなくて、当然従業員に対して、同じような思いを持っていかないと、最終的にいい CX が作れないという話なんですけれど、まあ、そのエクスペリエンスサービスを実現するためにも、まさに我々、今日、ビデオでもご紹介していただいた、ジェネシスクラウドが、まあ、主流の製品、主流のサービスとして出させていただいてるんですけど、それの一番の特徴としては、当然顧客対応するための、ツールなどが、もうオンリーワンで入ってるところもあるんですけれど、もう一方では、エンプロイー、その従業員のためのツールも、もう
様々入っているんですね。で、当然その効率化を上げていくための、まあ、いわゆるワークフォースマネジメント、ワーク、エンプロイエンゲージメントっていう観点のツールもあるんですけど、やっぱり、一歩先行って、その仕事も楽しくなるように、あまり馴染みがないと思うんですけど、ゲーミフィケーションっていう観点で、従業員同士で、まあ、いい意味で、競い合ったり、まあ、コラボレーションしていくようなツールが、ずっしり、詰まっておりますので、まあ、こう、そういうツールをどんどんですね、我々の客さんに活用することによって、かつ、オートメーションエニウェアの、ツールもこうね、一緒に、使うことによる世界がどんどん変わってくると思っておりますんで、いい CX の中心になるのは、やはり社員だというふうに思っておりますんで、はい、EX に対しても我々もどんどん、前進していきたいなと思っております。ありがとうございます。そうですね。まあ EX と CX でやっぱりつながり、まあ断片的になるとどうしてもやっぱりお客様って不満の始まりになってくるので、いかにこれをつなげていって、まあ EX と CX を高めていくかっていうことが、まあ両者にとっての共通な、なんですかね、チャレンジいいかなと思いますので、ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。多分僕とゆいさん、ずっとこのまま喋り続けていけるんではないかなと思うんですけど、やはりクルーチューブ、なるべくこう、コンパクトにね、次もまた知りたいというのが、一つの思いとしてありますけれど、あっという間に時間が、参りましたので、改めて今日、ゆいさんにいろんな話を聞かせていただきまして、そして CX の中にやっぱり RPA の可能性を皆さんに感じさせていただきましたことに対して、お礼を申し上げたいと思います。またぜひですね、2023年この中でいろんなイベントを AA さんと一緒にやらさせていただいて、その世界を皆さんに、どんどん提供、できるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。ゆいさん、ポールさん、水野さん、ありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうか？オートメーションエニウェアとジェネシスの連携についてご興味のある方、現在のオペレーションの自動化、効率化をご検討中の方は、ぜひ、こちらの QR コードから弊社ウェブサイトまでお問い合わせください。それでは、次回のクルーチューブもお楽しみに。Thank you! See you next time!